掃除しなきゃ掃除しなきゃ。忙しい忙しい。ん？なんだこれ。なるのかな。ちゃん、これなに？ごめんなさい。この可愛い袋があったと思ったら、この丸いフォルム、完全にあれだよね。ごめんなさい。今回は何？これはお金どれぐらいかかったんでしょうね。でも変わるかもしれない。いい買い物したねってなるかもしれないな。まあ、ものによってはね、確かに、うん、あの家のためになるものだったらすごいいいかもしれないね、うん、じゃあまず1個目から。待って待って待って、家のためになるから、その丸いもの。これ家のためになる。え、家に必要なものって何だと思う？とにかく玄関に必要なもの、皆さん持ってください。靴も大事だけど、まあ、ワンチャン裸足で出かけられるよね。いやいやいや、出かけられない。原始人ですか？いや、傘とか。あ、傘も。あ、沖縄の人は刺さないよね。いやいや、そういう問題じゃないよね。玄関に必要なもの、それはこちら、ピンポンです。ん、うん、これ皆さんお家に参りますか？ここ押すとピンポーンって言うんです。あれだね、結構なんか昭和だね。でもあの、ね、モニターとかないんだ。あ、そう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 。あ、押すだけのタイプ、まあ、そう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 。でもね、これただのピンポンじゃないんです。え、皆さんピンポンダッシュってやったことありますか？まあやっちゃダメだけど。やっちゃダメですよね。まあ昭和の遊びっていう感じがするね。あ、確かにね、うん、これピンポンダッシュできるんです。え、これで誰にも怒られずにピンポンダッシュすることができる。どういうこと？いくよ、うん、ピンポーンダッシュ。いた。誰にも怒られずにピンポンダッシュができるアイテムです。思ってたんと違う。うちピンポンついてるし、もうなんで別に必要なの、マジで。ピンポンダッシュっていう商品です。ほんまや、こんなに種類があるんです、ピンポンの。もう考える人ってさ、ちょっと頭のネジ外れてるよね私これ欲しかったんだけど。クリア。クリア？透明のピンポン。え？透明のピンポンダッシュ。もうそれはピンポンじゃないんじゃない？いやでもね、ほらこらって怒られたんだけど。で、ちなみに、うん、いくらしたの？これはなんと、うん、普通のピンポンからしたらお安い300円です。おー、まあまあ確かに。違うぞお前。まあ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 、これだけじゃないんです。皆さん、うさぎとカメっていう作品ご存知ですか？もちろん。名作うさぎとカメ。もしもしカメよ、カメさんよでしょ。こう、うさぎとカメが勝負するんですね、かけっこ競争、うん、カメはスピードが遅い、うん、うさぎは速いんだけど途中で寝ちゃうの、怠けちゃうの、うん、でもカメは必死によしよしよしって歩いて最終的にカメが勝つという、うん、そういうお話ですね、はい、そんなカメ、カメがなんと進化してしまいました。カメは努力を続け、血と涙を流しながら速くなってしまいました。どういうこと？こちら。え、キモい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 。高速ガメ。キモい。ちょっと走らせますね。走らせて。いやーいやーいやー。え、キモくないあれ。しかもこのカメ、こういうシステムで走るカメってだけじゃないんですよ、うん、ちゃんと首も手足も動くようになってるから、ちょっと走ってる時にちゃんと気持ち悪い走ってくれるギミック付き。こんなラインナップになっておりましてですね。いや、何にしろちょっと気持ち悪い。いえ、私すごい満足度が高いのが、結構大きさが大きいのに。いや、大きさ300円ってところです。いや、そういう問題じゃないんだよな。カメもよく頑張ったよ。いやー、それではまだまだございます。今ので600円かかってるぞ。やっぱアクセサリーって女の子って決めきますよね。急に。まあ私もまだ女の子の気持ちを捨てたわけではございません。で、このアクセサリー界の中でもものすごくキュンキュンするアクセサリーを買ってきました。あ、そうだったら可愛いかも。それがこちら。これ、ちょっと待って、嫌な予感する。ほら、ここにリングがついてる。嫌な予感しない？このリングの先にさ、あるものが隠れてるって嫌な予感する。ん？じゃん、こ
ちらは大福リングでございます。あーでもかわいい。かわいいでしょ。かわいいでしょでしょ。やっぱねこれはね、でもねいつもときめいてくれるって思ったの私。これはかわいい。ほらいちご大福の指輪です、うん、あ、いちごだったからかな。かわいいわ。かわいいよね。おにぎりんごの進化系っぽくない？おにぎりんごの進化系っぽい。いろいろもうなんかおにぎりんごが出てからすごい増えたんですよ、うん、え、かわいい。リングの商品が思った以上に大きいんですけどね。あ、かわいい。かわいい。やっぱフルーツ大福って流行ってるじゃないですか、うん、今この感じのラインナップで。私が当たったのはいちご大福。みかんもかわいいね。そうそうそう。でも私このガチャガチャの機械見た時はまさか箱が一緒に入ってると思わなかったから。あ、これね。え、もう何それめっちゃかわいいと思って。ちょっと遊び心ある。そう。あ、でしかも台座もついてる。マジ？このリングを飾れる台座付き。なんて太っ腹なんでしょうか。飾るかね。ほらこうやって置けるのよ。でもすごいわ。集めたくなっちゃいますね。こちらは気に入ってもらいましたね。ここまでシュール続きだったんで、うん、やっと可愛いのが出たっていうの嬉しい。本当ですか。これ300円だったんだ。安いよね、アクセサリーにしては。まあまあ、アクセサリーにしてはね。まあ今まで300円、300円、300円シリーズ来たんですけど、うん、ちょっと高かった。え？500円のものなんですけど。高っ。ただ私はこれに500円を払う価値があると思いました。これはもう変わっていくな、これからガチャガチャ業界はっていうのを片鱗を感じました。なになに、はい、こちらん？コンロ？コンロでございます。そしてフライパン、うん、そしてお肉がついております。まあ料理します。はい、じゃあお腹すいた？お腹すいた。じゃあお肉焼くね。私焼けるの？こちら、まずこちらにフライパン置きます。フライパン置きます。お肉を乗せます。やばいやばいやばい。え、すごっていうお肉が焼ける音がする商品なんです。乗せたら？すごっ。すごくないですか？これはすごい。ちょっとやりたいやりたいやりたい。どうぞどうぞ。しかもちょっとこもった音がリアル。そうなんだ。うまっ。うまっ。うまい。めっちゃいっぱい出てた。これ感動ものだと思いませんか。ミニチュアのなんか進化系みたいな。そうなんですよ。しかもねこれは私がゲットしたのは多分豚肉かな。牛肉、目玉焼き、チャーハンノーマル、チャーハンキムチっていうのがあって、チャーハン2種類なぜかあるんですけども、これ音も3種類ぐらいあるらしいんですよ。そうなんです。集めたくなっちゃう。そうだから目玉焼きとか例えばチャーハンの音は多分違う音するんだ。なんかそこ高い音がしそう、ね、じゃあいただきまーす、うん、あーなんちゃん食べれないよこれは。でもお腹すいたなって思った時にこれ出てさ、もっとお腹すいちゃってさ、食べれないってきついね。でもすごい感動の商品でございました。それでは次がラストです。ラストは300円商品でございます。おお、ちょっとなぜか500円の次に来ると安く感じちゃうのは何なんでしょうね。こちら何中身。私も忘れました。はぁ、何買ったっけと思って見たんだけどさ、一回、うん、思い出しなくて1って書いてあるね。そう、とりあえず1っていう。ヒントは1って書いてある。ヒントじゃないけどなんか怪しいよな。黒いから中見えないと怪しくない。いきます。あ、思い出した。いや今今皆さん小学生の皆さんは、うん、音読カードとかあとあの移動教室の書類とかにこう、うん、ハンコとかってしてもらいますよね。ありますね。特にあの大人の社会人されてる方とかはもう結構ハンコ業務ですよね、日本ってやっぱり、はい、めんどくさい。おう、めんどくさいじゃないですか、うん、もうハンコも反抗期になっちゃったって。あ、あ、これ私すごい面白いと思って買っていくわ。まずラインナップから紹介します。こちらハンコの反抗期2。それあーなるほどね。ハンコでも同じハンコでも、うん、なんか間違い探しになってたり。そうなんです。やっぱ私はここでね加藤を当てたいなっていう。おー、使えるにはありますね。使えるかわからないけど、まああれば嬉しい。はい、そのために買いました。加藤来い。あ、でかっ。今びっくりした、でかっ。
まず待って待って待って、思った感じじゃなかったと思った感じじゃなかったですね。ちょっと皆さんハンコのイメージしてください。そうだね、ハンコもこんぐらいだよね。こんぐらいちっちゃいよね、こうやってですね、いきます、ドン。いやでかー、ねえ使えないじゃん。ハンコ思ったよりめちゃめちゃ大きかった。そして何だった？山本。いやいや使えないやんけですね。そして山本さんにこちらプレゼントします。しかもなんかシールついてました。 山本シールついてました。いやでも本当に使えるっぽい。いきます、せーの、ドン。おー、下手っぴー。あ、じゃあこことかね、下から押せたら。ねえ、うまく押せなくて山本だけ押せなかったんだけど。でもこの仕方したら誰でも書けますね。中に、うん、中に書けますね。こう下から押してあげるっていう。おー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 、今までで一番綺麗な。はい、こんな感じで山本印が押せました。あ、これ300円か、安くない？実際使えないからあれだけど、うんうん、あの本当面白スタンプとして使う分にはいいですよね。待って、100均で普通にさハンコ買えるやん、うん、このお金でちゃんとしたハンコ3つ買える。いやでもね、プラス200円でユーモアが買えるんですよ、うん。今回は結構便利な品が揃いましたね。今回は、ん、今回は何円全部で？3、3、3、3、5、3、1700円。ごめんなさい。あんた1700円で何ができると思ってるの？っていうか1700円なんてどこで手に入れたの？貯金箱壊しちゃった。え、あの豚の貯金箱1万円が貯まるやつだったのに1700円の段階で壊しちゃったの？1700円。なんでそんなことするの？もうごめんなさい。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。